私は日本共産党を代表し、2023年度補正予算案について質問します。国連のグテーレス事務総長は、ガザが子どもたちの墓場と化している、国際人道法の明白な違反だと強く非難しています。ハマスの無差別攻撃は国際法違反であり、絶対に許されるものではありませんが、どんな理由があってもガザのジェノサイドを許してはなりません。政府はイスラエルの軍事行動を国際法違反と批判し、民間人を多数犠牲にする軍事行動を直ちに中止することを求めるべきではありませんか。安保理決議はガザ地区全体における十分な日数の緊急かつ拡大された人道的戦闘中断を決議しました。戦闘休止とハマスの人質解放が伝えられていますが、今必要なのは即時停戦です。そのための緊急行動を国際社会に呼びかけるべきではありませんか。総理、お答えください。内閣府は7月から9月の GDP が実質 0.5% 減、3四半期ぶりにマイナス成長となったと発表しました。年率改善で 2.1% のマイナスですが、 GDP の5割強を占める個人消費の落ち込みが影響しています。しかもその最大のものは食料品の値上げによるものです。総理、国民は日々食べるものまで切り詰める深刻な状況に追い込まれています。補正予算案はもう暮らしていけない、そういう国民の声に応えるものになっているでしょうか。半年先に1回限りの所得税減税は、各種世論調査でも約6割が評価しないと答えています。毎日の買い物で減税効果を実感できる消費税減税こそ緊急かつ最大の物価対策ではありませんか。免税業者、フリーランスにも増税となるインボイスは中止すべきです。政治の責任で賃金の底上げを行うべきです。日本共産党は大企業の莫大な内部留保に課税し、中小企業の賃上げを応援する財源にして最低賃金全国一律1500円を訴えています。中小企業の賃上げ支援は設備投資などの間接補助ではなく直接補助を、黒字を条件とせず行うべきです。政府は介護職員の処遇改善に364億円計上しています。これは常勤介護職員の数に6000円をかけたものにすぎません。これでどうして介護で働くすべての職員の賃上げができるでしょうか。そもそも昨年度の介護労働実態調査においても、介護処遇改善加算を算定した事業所は 75% で、そのうち基本給を引き上げたのは4割にもなりません。すべての介護労働者に届く仕組みにすべきです。215万人の介護労働者の処遇改善には400億円足らずの一方で、政府は今回新たに半導体大手への補助など4兆3000億円もの基金を積み増ししています。予算の優先順位が逆ではありませんか。来年のトリプル改定に際し、医療・介護・福祉の報酬を賃上げと労働条件改善に結びつけるべきです。2024年問題が叫ばれています。物流・運輸などの分野で担い手が不足している背景には、毎年過労死などがトップという長時間労働と低賃金があります。5年間も残業規制を猶予しながら政府は何をしてきたのでしょうか。人間らしく働ける条件改善と多重下請け構造にメスを入れ、暮らせる賃金が確実に手元に届く仕組みを作るべきと考えますが、答弁を求めます。子ども真ん中社会を語る前に、各自治体に広がっている学校給食の無償化、子ども医療費の無料化、国保の子ども均等割や無料、これらを国制度にすべきです。子ども未来戦略方針の加速化プランの財源のため、支援金制度を創設するとしています。広く医療保険料に上乗せするのに、新たな負担を生じさせない、子育て世帯は給付が負担を上回ると説明しているのはなぜでしょうか。子育て世代の最大の要望は、教育費の負担軽減です。高等教育の無償化を目指し、
学費も奨学金半額、返済も半額、入学金ゼロへ踏み出すべきではありませんか。気候変動、地球の危機は早まっています。日本が国際社会の中で責務を果たすためには、省エネや産業部門での脱炭素の取り組みは当然ですが、重要な鍵はエネルギーと食料の自給率を抜本的に高めることです。日本の食料が輸入頼みなのに対し、諸外国は補助金で自国の農業を守り、飢餓の時には輸出を制限します。生産者と地域、国土を守るために生産費に見合う支援をするべきです。原発事故の反省を忘れたかのような原発推進はありえません。原発ゼロを前面に、地域住民が賛成できる再エネでエネルギーの自給率を高めるべきではありませんか。マイナ保険証の利用率が 4.5% にとどまっているとして、利用促進に887億円計上しています。国民が求めているのは保険証を残すことです。デジタル化に対応できないクリニックなどが閉鎖を決断しているのが現実です。やることが本末転倒ではありませんか。軍事費に過去最大の8130億円を計上したことは重大です。敵基地攻撃能力のための長射程ミサイルの取得、沖縄県民の意思を踏みにじる辺野古新基地の埋め立て費用、馬毛島への巨大基地建設、オスプレイの佐賀空港配備など、憲法9条を踏みにじり、住民の反対の声を押し切って基地増強を進めることは断じて許されません。削除を求めます。最後に、まともな経済対策を取れず、度重なる不祥事で国民の支持を失った岸田内閣は、退陣する以外にないことを指摘し、質問を終わります。内閣総理大臣、岸田文雄君。はい、高橋千鶴子議員のご質問にお答えいたします。ガザにおけるイスラエル軍の行動についてお尋ねがありました。イスラエル軍による個別具体的な行動については、事実関係を十分に把握することが困難である中、その法的評価をすることは控えますが、しかしながら、我が国はすべての当事者が国際法に従って行動すること、これは一貫して求めてきております。イスラエルに対しても、これまでハマス等によるテロ攻撃を断固として非難する旨を伝えた上で、人道的救死が必要であること、国際人道法を含む国際法に従った対応等、これを要請してきております。私自身、先般の APEC 首脳会議の機会を含めて、関係国と会談を重ね、ガザ地区の人道状況改善や事態沈静化に向けた協力、これを確認しております。引き続き、すべての当事者に国際人道法を含む国際法の遵守を求めつつ、関係国、国際機関との間で、意思疎通を行い、人道状況の改善と、事態の沈静化等に向けた外交努力、積極的に続けてまいります。消費税減税とインボイス制度についてお尋ねがありました。物価高対策としては、燃料油、電気・ガス料金の激変緩和措置を延長するとともに、最も切実に苦しんでおられる低所得者の方々に寄り添った対応を図るために、住民税、非課税世帯に対して、すでに措置した3万円に加えて、できる限り早く7万円を追加し、1世帯あたり10万円を目安に支援を行います。加えて、先週15日の政労使の意見交換において行った賃上げの協力のお願いや、賃上げ促進税制の強化等の賃上げの取り組み等、所得税、住民税の定額減税の実施により、
官民連携して来年に向けて賃上げを含めた可処分所得が物価を超えて伸びていくよう取り組んでまいります。その上で消費税については急速な高齢化等に伴い社会保障給付費が大きく増加する中で、すべての世代が広く公平に分かち合う観点から、社会保障の財源として位置づけられており、その税率を引き下げることは考えておりません。また、インボイス制度は複数税率の下で、課税の適正性を確保するために必要な制度であり、これを廃止することも考えておりません。中小企業に対する賃上げの支援についてお尋ねがありました。賃上げは言うまでもなく岸田政権の最重要課題です。最低賃金については最低賃金法で定める労働者の生計費等を考慮しつつ着実な引き上げを行っていくため引き続き公労使三者構成の最低賃金審議会で毎年の賃上げ額についてしっかりと議論をいただく必要があります。そうした積み上げにより2030年代半ばまでに全国加重平均が1500円となることを目指してまいります。また労働者の7割が働いている中小企業の賃上げをしっかりと後押しするため省力化投資などの生産性向上支援や価格転嫁対策進めてまいります。なお賃金の直接補填については企業の生産性や稼ぐ力を向上させない限り企業収益の拡大につながらず長期的な賃上げや事業の継続に結びつかないことから慎重な検討が必要であると考えております。介護職員等の賃上げについてお尋ねがありました。介護・医療・福祉分野における賃上げの対応は喫緊かつ重要な課題であると認識をしております。このため今般の経済対策においては介護等の分野について人材確保に向けて必要な財政措置を早急に講ずることとし補正予算案においてそのための措置を盛り込みました。その上で令和6年度の介護報酬、診療報酬、障害福祉サービス等報酬の同時改定において、活用可能な法人における賃上げ税制の活用等も踏まえつつ、必要な処遇改善の水準の検討と合わせて、現場の方々の処遇改善に構造的につながる仕組みを構築するべく、検討を深めてまいります。物流2024年問題への対応についてお尋ねがありました。これまでトラックドライバーの処遇改善を図る観点から平成30年に標準的な運賃を創設しその周知浸透を図るとともに荷主に対する要請等を継続して行ってまいりました。こうした取り組みを加速化するために本年6月に物流革新に向けた政策パッケージを策定しこのうち特に緊急的に取り組む対策については物流革新緊急パッケージとして取りまとめ今般の総合経済対策に盛り込んだところです。その中で標準的な運賃の引き上げトラック G 面による悪質荷主の監視指導強化等を図るとともに構造的な対策として荷主への荷待ち時間削減等の取り組みの義務付けや元請け事業者への多重下請け構造是正に向けた運送体制可視化の義務付けなど労働時間縮減と賃上げ原資確保を同時に図る措置の法制化にも取り組みエッセンシャルワーカーとしての日本の物流を支えておられるトラックドライバーの処遇改善に全力を尽くしてまいります。少子化対策の施策やその財源、教育費の負担軽減についてお尋ねがありました。ご指摘の学校給食費の無償化については全国ベースの実態調査を行いその上で課題の整理を丁寧に行ってまいります。子どもの医療費については無料化を
国の制度にすることによる受信行動への影響なども見極める必要があることなど課題が多いと考えております。子どもの医療費の負担軽減および国民健康保険における子育て世帯の負担軽減については基礎となる国の制度と各地域におけるさまざまな実情を踏まえた地方自治体による支援が相まって行われることが適当であると考えております。また少子化対策については当面の集中的な取り組みの財源確保にあたっては賃上げと歳出改革によって実質的な国民負担の軽減効果を生じさせその範囲内で支援金制度を構築することにより国民に実質的な追加負担が生じないことといたします。教育費の負担軽減については令和6年度から給付型奨学金等の対象を多子世帯や理工農系の学生等の中間層への拡大を行うとともに貸与型奨学金の減額返還制度の年収要件を緩和いたします。加えて多子世帯の学生等に対する授業料等減免について執行状況や財源等を踏まえつつさらなる支援拡充を検討し年末までに具体化を進めてまいります。食料とエネルギーの自給率向上等についてお尋ねがありました。国民の生活基盤である食料とエネルギーの自給率を高めていくことは極めて重要な課題です。食料自給率については収入保険制度等により農業者の経営安定を図りつつ過度に輸入に依存している麦、大豆、飼料作物等の国内生産の拡大を一層進め需要に対応した農業構造への転換を支援すること等によりその向上に取り組んでまいります。またエネルギー自給率については将来にわたってエネルギーを安定的に供給する体制を構築するべく徹底した省エネの推進と地域と共生した再エネ安全性の確保を大前提とした原子力などあらゆる選択肢を確保しその向上に取り組んでまいります。マイナ保険証の利用についてお尋ねがありました。マイナ保険証は我が国の医療 DX を進める上で基盤となる仕組みでありマイナ保険証の利用件数は9月10月と再び増加傾向になっています。今般の補正予算ではマイナ保険証の利用促進のための医療機関等への支援に必要な予算を計上しておりまずは一度国民の皆様にマイナ保険証を使っていただき質の高い医療などメリットを感じていただけるよう医療機関や保険者とも連携して利用促進の取り組み積極的に行ってまいります。また院内の電子化が進んでおらず紙レセプトで請求を行っている医療機関についてはオンライン資格確認の導入を義務としないなどの措置を講じつつ適正に導入を進めています。なお現行の健康保険証の廃止は国民の不安払拭のための措置が完了することが大前提との方針にのっとり紐付け総点検とその後の修正作業の状況も見定めた上でさらなる期間が必要と判断される場合には必要な対応を行ってまいります。防衛関係費にかかる補正予算についてお尋ねがありました。国民の安全安心を確保することは経済社会を持続可能なものとするための大前提です。安全保障環境が厳しさを増す中令和5年度補正予算案では自衛隊の運用体制の速やかな確保や災害対処能力の強化等のため8130億円を計上いたしました。一層厳しさを増す安全保障環境に的確に対応するため防衛力の抜本的強化を進めてまいります。